そっち見てくれ。おい、そっちあんたか。おい、そっちだ。手間取らせんだ。河合の死体と桑名一人だ。早く見つけてさっさと出ようぜ。誇りっぽいんだよな。本当に桑名もここですか。こんだけ探してんです。もう逃げたんじゃ。だとしても河合の死体はここだ。俺らが来るまで出てった車はないんだから。とにかく死体だ。桑名を後回しでもいい。相馬さん、ありました。河合の河合の死体。ほらな、お前らやればできるんだよ。よう、どうなってる。俺が見つけたんです。今引きずり出そうとしてんですけど。すぐに運び出すぞ。こいつはある筋に高く売れるんだ。みんなよくやった。桑名だ。隠れてやがったな。出てこいよ。俺らと交渉したかったんじゃねえのか。そんな銃撃たれちゃ交渉なんてできねえだろ。やっと見つけたぜ、相馬。なんだよ、ネズミは全部で何匹だ。まず一匹、一番しょぼいのからだ。いってな、この一番しょぼいのは俺らが相手だ。誰がしょぼいって邪魔すんな。おら、間に合ってくれたな、八神。これであんたの計画通りになったか。あとはそこの殺し屋を生け捕りにして吊るし上げたら完璧だ。俺を殺し屋だって、お前が言えた口かよ。何人殺してんだっけ。俺は元国語教師だ。口喧嘩なら相手が悪いぞ。そうか、やっぱりな。昔一番嫌いだったのが国語の専攻だ。相馬、お前はこじらせ果てたクソ野郎だよ。潜入だかなんだか知らねえが、一線超えるのをへとも思ってねえ。潜入ってなんだ。仲間の前で人聞きが悪い。沢先生を死なせた。絶対に許せねえ。そういうのは自分が有利な時に言うもんだ。みんな遠慮すんなよ。本気出していいからな。オッケー、任せとけ。おーやー、さっさと終わらせようか。
き合ってもらうよ。後ろだ。恥さらしてろ。
あらかたすんだみてえだな。